七色ちくわプロジェクト自主制作ムービークロスローズ、7名のメインキャストにインタビュー。4人目はユキヤ。ナビゲーターは今回もこの人。さあ、はい、こんにちは。こんにちは。はい、七色ちくわプロジェクト第3回目。3回でございます。前回はタンタ君と和蔵さんでした ね、うん、ねー、そうですよ。なんかね、はい、クマさん、あのツイッターのフォロワーがなんと、なんと1200人超えたらしいです。おお1日で500人ぐらい増えたらしいよ。500? いや、すごいですね。思いっきり有名人ですよね。有名人ですね。いいなぁ。すごいね、クマさんね。ところで、今回は、どなたを。今回はですね、レインボーイベンツサイドからユキヤさんでございます。おお、まだユキヤさんですか。そうですよ。 あの顔で、うん、あのボディですよね。ほんとね。そしてあのキャラ、うん、それでは行ってみましょう。さあ行きましょう。はい、さあ、こんにちは。こんにちは。失礼します。失礼します。おお。すごい派手。あ、なんとユキヤさんが胸の谷間に巡っちゃう。なんか見るところがね、困るね。今回のゲストはユキヤさんでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。乳首が、これはなんかちょっとたまに見えちゃったね。まあ、いいかなと。レインボーパレードとかの時に着ようかなと思って、家を出た時にこれどうですか。まあまあ、そこはまあ今日着てよかったね。本当にこれで美味しいわ。出演していただくなって、はい、難しい日本語。そうですね、めっちゃ楽しみですね。おー、嬉しい。一応 AV 出てて、おー、それの冒頭でちょっと演技することがあったんですよ。なるほど。なんで、でもそれを全部やるみたいな感じ。そうですよね、確かに。って思ってできるのかなとはね、思うんですけど、楽しそうだなと思って。ここで初じゃないけど初めて。そうですね、初めて。そうなんだ、嬉しい。いや、ファンの期待はない、うん、本当ですよ。ちなみに、その今回の役柄っていうのも、アプリで知り合って、うんうん、で、田舎で来てる子で、うんうん、割と天真爛漫な感じのキャラクターかなって感じなんですよ。で、割と年下の役なんで、ほいほいほいって感じですね。で、ユキヤさん自体もあの動画ですし、本当ですよね。本当に、うん、そうなんです。もう31なんで、結構若い役だなって思ってたんですけど、だからね、どうなんだろう。また違う、ユキヤさんが見られる。本当ですよね、今まで誰も見たことないユキヤさんが見れますよ。違う、そうですよね。うん、物が入りそうな。物が入りそう。どれぐらいとか、週5ぐらいに。週5になるようにしてるけど、まあ、週4か5ぐらいで、何年かな、でも真剣になったのは4年、5年ぐらいです。ちょっと、あの、ほら、ひばりくん、ダメだよ、それは。でも、でもみんな、思ってましたね。あ、全然 OK。 おい、ええもんじゃないですね。すいません、じゃあ失礼します。あ、あ、ひばりくん、あの、ゆきやさん引いてます。どうですか、ゆきやさん。ふわふわさ。はい、では最後に意気込みをお願いいたします。はい、演技どうなるか分かんないですけど、頑張りますので、ぜひ見ていただきたいと思っています。よろしくお願いします。今回、いい映画を作りたいので、皆さんからのクラウドファンディングを募集してますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。はい、では本日のゲストはユキヤさんでした。ありがとうございました。七色ちくわプロジェクトでは、制作費のクラウドファンディングを行っております。皆様のご支援をよろしくお願いいたします。詳しくは概要欄をご覧ください。